うもメイフェイズのリタです。岩です。田村です。アイケス。すごいね、めっちゃ反響するわ、思い出すな。その通り、僕たちあの引っ越し決まりましたと、ね、いう動画を出して断捨離とか荷造りを進めつつ、もういよいよこの家を出る直前ぐらいなんですよ。はい、そうですね。はい、ちょっとやっておきたいことがあるなと。あやー、多分、まあ、引っ越しの新しい家が気になるとか、はい、どんな間取りなんだろうとか、うん、まあ、そういうのも皆さんあると思うんですけど、うん、多分もう一つ同じぐらい気になってるやつがあると思って、まあ、ここ4年間住んでて、僕たち、まあ、全員喫煙者でタバコ吸ってたじゃないですか。はいはい、だから壁とかそのヤニとかがついてて、うん、大拒否いくらになるのっていう。はい、そこだよねー。懸念点ではない。かつてはどこでも吸ってたからね。そう、かつてね、吸ってたけど、うん、今は換気扇の下で吸ってるやん、うん、こっから見えるやん、換気扇からどんどん薄くなってきてるよね。あそこもちょっとあそこから広がってきてる。そうそうそう、すごいよな。なのでその退去費にちなんだ企画を本日はやっていきたいと思います。はい、退去費タオル。ちょっと嫌な予感してますか、皆さん。俺らといえばデスゲームを散々やってきてね。そうそうそう、ダービーってつくとね、もうね、ちょっと怖いですね。皆さん、お察しの通り、もうこの家最後のデスゲームを退去費でやりたいと思います。えぐいねー、ガンガン違いすぎる、ガンガン違いすぎる。だって寿司全具おごるってもう同様だ。ルールを説明しますと、はい、まあ、僕たちってマジでその退去とか、その退去費とか知識がなくて、実際にそれぞれここの退去費はいくらなのかを予想してもらいます。なるほど。退去費って出るのは多分1月先とか、ここ出てから、はい、ただ時間かかるんで、まあ、そこが結果発表にはなるんですが、なるほど。その結果発表した時に、その実際に予想した順位がつくやん、実際に、うん、一番近いやつが1位で、もちろん、うん、でその順位によって退去費の支払いの割合が変わってくるというバカみたいな企画です。なるほど。割合によるよな。割合によりますよね。まあこれ実際もう4人で話したんですけど、はい、まあ、最初さビビりすぎてさ、うん、いやそんな差つけたらヤバいんじゃねとか言って、いやもうヤバいよ。そうそうヤバいよ。ほんまの最後の家のデスゲームらしいってとこやね。そうそうそう、なるんですよ。タバコから全て始まってるから。そうだよ、タバコイコール体力やべえじゃん、そっからダービーになってるからね。そうだよ、もうそうしょうがない、運命、自己責任、うん、それ企画できてんだからっていう。そうそうそう、全員言い聞かせてます、無理やり。実際にどういう割合かというと、はい、まあ、一番近かった人が1位だとすると、1位の人は1割負担。はいはい、一番いいね。2位の人は2割負担。はいはいはい、いいね、減ってますからね。いいね。3位が3割負担。なるほど。4位がそのまま4割負担。えぐっ、順位通りになってる。順位通りになってるのか。確かに確かに、順位通りだ。やばいよこれ。4割負担って10万円だったら4万円だし、もし、まあ、全部張り替えとかだから10万円とかもしかしたら分かんないけどね。いや分かんない、ただ8万円いや無理だよ8万円は、っていうデスゲームよ。おい、真剣にやんないとな。マジだわ、マジの真剣だよこれ、マジだわ。やばいよこれ、俺なんかどうしよう。なんか売らないとまずいわ。やばいよね、うん、もしね、4位とかだったらね。そうだね、資金作りとか、資金作りを今考えてるの俺。で今日は予想するとこに、実際家を見て回ってどんな感じなのか、はいはい、見て、まあ、予想しようかなって感じです。なるほど。という企画を最後この家でやっていきたいと思います。ありがとう。というわけで早速やっていきましょう、タイムデスゲーム。退去費マスター、リーチマイケルがカメラで行くんですけれども、はい、退去費マスター、退去費マスター。まずじゃあこちら撮影のバッグ、もう別に何の変哲もない、うん、でこれあのこの撮影終わったら掃除するんで、まあ、剥がすんですけど、うん、まあ、ここだけ白いんだろうな。まあここだけ白いし、真っ白だもんね、うん、ね。でもどうせ確かクロスって1個張り替えになったらほぼ張り替えになるみたいな聞きますよね。まあ、そうだね、うん、種類が違うんですから、そんぐらいの知識はありますよね。俺思ったのはね、あ、はいはいはい、意外とここ出入りが多かったやん、うん、あ、多分ね、剥げてる、黒くなったらね。ああ、多分もうクロスは変に考えないでいいと思う。あの結局張り替えですよ。そう、結局張り替えだと思うんで、普通の人はタバコとか吸ってないからさ、そうですね、ただのちょっと傷とかで一面だけ張り替える
ルとかで済むから安いんじゃないかとは僕は思ってます。で、これだよね、見てもらいたいな、まずこの上、これカメラわかる、あ、わかるな、多分わかる、あ、すごい、あ、わかるわ。皆さん、わかります、ここにあの、僕、スプラトゥーンのアミーボを飾ってたんですよ、ね、はいはい、来てすぐに、はい、そしたら見事に、ほらこうなるんですか、10個ぐらい飾ってたんですけど、ね、全部こうこの辺とかどうなの、カーテンレールぶち壊れ事件、あ、これなんだっけ、北村だっけ、暴れたの、俺こっちだな、あ、カーテンのちょっと手がね、もう緩いっぽいんだね、はいはい、ここ何回かあったよな、カーテン長かったんよ、昔で、多分ここ気温ここで吸ってて、はい、煙は全部こっちに行くんで、はい、リビングは絶対に全張り替え、全張り替え、これはまあ共通認識、そうですね、まあ、これ見せます、じゃあ衝撃の、あー、あ、やりますか、衝撃、はい、いきますか、まずここだけで衝撃さ、わかるかな、はい、てか、なんか、マジで来たね、これ何なのって話だね、これ何なんだ、なんか垂れてるもんね、そう、これさ、タバコじゃないんで、タバコではない、ここはわかんだけど、ここさ、俺ら肉眼だとめっちゃヤニじゃん、カメラだとめっちゃ綺麗なんだよな、あ、そうなんだ、ほら、ほんとだ、まあ、ちょっと茶色みがかって、あ、でも、証明できるわ、どんだけ汚ねえかっていうのが、あ、確かに、証明できるわ、あ、今から、ね、今から、ここにはノースモーキングって書いてある、はい、マジで意味わかんない看板があるんですけどね、矛盾ね、そう、鬼の矛盾、この目の前で一生吸ってたんですけど、これなんか渋くてかっこいいねとか言って入居当初に買ってずっと貼ってたんですよ、ずっと貼ってます、で、ここを出るってなって一回剥がしてみたんですよね、片してる時に、そしたら衝撃の世界が広がってたイナズマ、やばいやばい、扉できちゃったじゃあ、すいません、オープンお願いします、じゃあ、北村さん一番確かに、セミスモーカーの責任者ということで、じゃあ、いきます、3、2、1、ポン、見てたみたいな、やばい、神の、ガチでやばい、見てモニターの口センサー、うわー気持ち悪い、でこれで信じてもらえたね、上のでこれ同じ色なんです、そうそうそう、同じ色です、ね、全部そう、ヤニすごいね、だから本当にタバコはね、人もう人の体も汚すけど、うん、部屋も環境も汚すっていうことだよね、そうですね、これマジで笑ったよね、最初いや、映えもね、もろって思ったもんね、うん、で、あと、まあ、体育費ポイントとしては、はい、で、ここですかね、ドアだね、この立て付けね、ドアの立て付けがクソ悪いのと、あの、ここがガン剥がれ、ここと、はい、ここがガン剥がれてるんですよ、これは、うん、これはケネンレッカーです、ケネンさんです、ケネンさんの働きじゃない、これ4年越しててますから、こんなになりますよ、はい、っていうのが分からないから、うん、そうなんだよね、そうそうそう、だこの中で、いや、これは予算に入れるだろうっていう人も、あ、なるほどね、そうなんですね、だからこの下の擦れもそうになっちゃうからね、あ、そうね、床の傷とかね、あ、ね、うん、あ、見えるね、あ、見える、これに対してはちょっとよく分かんないけど、ね、綺麗な虹かかっちゃってるから、風呂とかね、まあ、まだ掃除してないんで、はい、どこまでかわかんないですけど、風呂は、いや、風呂は水垢とかその辺の対象になりますよ、あ、そうなんだ、はい、それで掃除の頑張り次第として、はい、でもマジでそれが例えば水垢がダメだとしたらいくらになるとか1ミリも想像できない、いや、そうなんですよね、だそれが金になるかなんないかっていうのも、うん、おのおのの判断ってことですね、はい、そう、トイレステーションとかどうなの、いや、なんもない、ね、なんもない気がすんな、うんことかもついてないしな、うんこ壁に擦ってんだ、外しただけだから、まあそうね、投げつけ猿って言われてるから俺、マジかよそれくり、うんこ投げてマジの猿やん、え、これ何、え、何これハゲ、なんかハゲてんだけど、え、これハゲだ、ハゲだね、え、初めて知った、これ何落ちたっけ、アルコールとかで落ちちゃうから、あ、中野さん、アルコールとかは落ちたけど、ここに行かれる、いや、これケーネンです、これケーネンお前ケーネンスばっかだな、違う違う、ケーネンス、ケーネンスだから、あ、そっか、うん、え、今の部屋が入ってみよう、今の部屋は、あ、もう剣みたいな、これは参加賞です、ね、あー、ほんとだ、あー、これ見えるかな、あー、若干の擦れね、そう、まあ、これはどうなんだろう、経年、まあ、これは経年ですねこれはもう経年じゃないね、いや、経年でしょ、これはめっちゃ、これミスだね、これミスしてるやん、ミスじゃん、これちなみに何やったんですか、今日、怒んのですよまあ、だろうね、うわあー、これ1個目指すわ、すごいな、でも、これね、もう超序盤からなったんですよね、何したん、いや、もうね、椅子で簡単に剥がれちゃった、あ、よかった、
で、ちょっと剥がれてからもう一生あもう普通に経年経年だよ、ね、これは経年だって椅子使ってるだけですもん4年住んでるから多分経年って扱われるとは思 う,、うん、そうこれがなんか半年とかだったらさすがにかもしれないけど確かに結構4年の実績ってすごいと思いますよなんでそんなドヤ顔なの？めっちゃ態度もうせえしまあ俺もこのベッドの汚れはすごいねやっぱりねスピーチャーやねこっから逃げれるのかなそっからよくなんかおっさんとか覗いてきてたら寝てるめっちゃ目があるやんそう朝起きたらこうベッドだったんですけどバカしんないなあおはようとは言ってたけどでネクスト垂らしていくんでしょネクスを垂らすとは落とすあ、こっからもね、来ますからね、人あ、落ちたこっからよく、なんか落ちてきたわえ、やっぱり千円札とかいいな支援されてる1日に2回ぐらい落ちてきたいいないや、いいな龍が如くじゃんミレミアムタワーの屋上から10億円ばらまいたみたいなわかんないっすよ俺、経年劣化かな違いますあの出てるんだよよし、行こうあ、なんかここかそうだね、見てねうんああなんだろうねあまあでもここはリビングと直結してるからクロス全張り替えの可能性余裕であるいや、あるなこれね、多分全然黄色いよね黄色いタバコも吸ってないよねうん全然黄色いそうマジで黄色い畳とかもわっちゃうよな畳はこれも張り替えなのこれどうなんの基本振り替えあれ、基本張り替えこういう跡とかこれねベッドだベッドだバッグ張り替えって高そう高いだろうねそれ経年劣化として入んないよわかんねーでも入りに行くとは思うけどなどうすんだってね何でやったいや怖いなマジで分かるまだ見られるとこありそう今いやあるよ多分全然あると思う俺らがもう分かんなすぎるから一旦ねそう調べてないからこんなとこっすかこんなとこかねもうだってもうもういいおさらいはこんなとこっすねこっからちょっと予想して発表するというはい運命の瞬間です。はい。じゃあ、予想していきましょう。よっしゃーねえ、みくり。何だっぽい。というわけで、はい、このホワイトボードに、いくらなのかっていう予想をこれから考えて書いて発表します。了解です。これマジで大事なシンキングだから。やばいよ、本当に。多分、今年1かもしんないな、この大事なシンキングで。いや、そうだよね。本当に、その俺らのビビってね、その人とか来るたびに聞いたり相談すると、みんな違うんだもん。いや、なんやかんや収まんじゃねとか聞いて、いや、結構やばいんじゃないとか言うから、経験あるって人いなかったよね、俺らと。ナッシー、ナッシー。タバコ吸って張り替えだっていくらだったって人いなかったから、そうね。余計参考になんないんだよな。地元で俺ら一番タバコ吸ってるからさ。ダサー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 一生やめてくださいねえ、ねえどんな感じって言俺ら地元で一番タバコ吸ってっからねえ、違うでしたよね俺らあ、そっち地元で一生タバコ吸ってっかんでいや、そんなんじゃねえ、ちょっと優しくすぎるわけあうわあ、それは原型がないあなんも言ってねえだろ、それはそんなかかんのさすがにかさすがにえ、ガチでわからんマジでわかんないんだけどもうなんか、本当に予想だねうんもう書いてますか僕は書きましたかっこつけすぎさすがに800円は無理だよね800円収まんないよねいや、わかんないわかんない何があるのわかんない全部経年劣化で済まされたやばいやん合宿数字かける大丈夫かけるなんとか剥がされないよ虎の穴のホームページ見せられて池袋でキャッチについてったら普通に中国人出てきたさてみんなかけたみたいですねはい出しますかはいせーのドン17万5000円11万円12万円14万円うわそうね違う違う頭抜けてるぐらいか抜けてるな割とキュッとしてんだまあ1平方メートルで、まあ、何千円としてあの壁紙をそれでどんぐらいだろうなっていうなんか目で見て計算してここはなんか何メートルあって何メートルあってっつってで1平方メートルだから何倍やってみたいなそしたら、まあ、優に10はいくなみたいなどの数字を当てても例えば1000円とか2000円とか500円とかやってもでもここだけじゃないし家は
他のところも俺らが見えてないところでもしかしたら経年劣化じゃない俺らの責任として対応できるんだったら、うん、ちょっと奥見積もってこんぐらいかなみたいな。なるほど、全然なくはない。まあ全然ありえるありえる。全然考えてたその辺。俺はめっちゃ迷ったよねこの辺と。俺も最終的には12万とかで悩んで、うん、13万とかも、はい、というのはもっと俺の偏見の予想で、うん、まあ、ここの家賃が8万5000円なんですけど、はい、だいたいなんかよく戻ってくるみたいな聞く気がして、あーってなると、まあ普通に生活してたら何もあんま汚さない人とかで5万円ぐらいかかるのかなみたいな。あー、うん、残りだと3万5000円返ってくるのかなぐらいで考えて、まず5万、はい、ノーマルな人、はい、俺はそんなわけじゃなくて、その上乗せが6万ぐらいなんじゃねみたいな。あー、結構シンプルな、はいはいはい、なんじゃね系だよね。いや私も結構シンプルで、うん、ちょっとリターの考えに似てるんですけども、うん、まあ、僕もね、まあ、割と敷金で、まあ、ちょっと賄えるんかなっていう思考の上、だからそのね、何やかんや俺らが知らない見てないところで、まあ、7万円かかって、うん、目に見える明らかにこれダメだろっていうので5万円かかる、うん、で12万円っていう、こう結構アバウティングな感じの考え方ですね。俺なんかは本当に頭使わないでこう考えたんだけど、マジでこの大体のイメージでいろいろ考えてみて、一番高くて21万までいったのよ、イメージで。一番低くて9万までいったのよ。でもう怖えから間を取って経年劣化分ちょっとこっち、なるほどね、いって14万って。なるほど、超シンプルか、自分の直感のいいとこそっちに。ゴリゴリのシンプルだね。なるほど。いやマジで何も安心できない。ね、わかんない。いや、これでさすが答え聞けないのがうるさいな。いや、そうだね。一旦ね、一旦忘れることになる。そうね。え、これさ、すごいな。みんなのコメントとかめっちゃ不安になるやん。やめてほしい。一緒にコメントしないで。全然知らない人は一緒に予想して、有識者はニヤ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 。ニヤニヤって書いてる。説明しなくていいから何万でいい。有識者はガチの答えでもいいし。じゃあ。これファイナルアンサーで提出しまする、はい、そうっすね、はい、了解です。こちら提出です。いつ来るのかはちょっと分かんないですけど、多分まあ日はある程度2週間とか2ヶ月とか多分あると思うんで、はい、そしたら答え合わせして順位をつけて、誰が地獄に落ちるのか、誰が天国に行くのかというのが取ります。なるほど、はいはいはい、ちょっといいクリスマスで迎えるためにもちょっとね、いやそうよな、もしかしたら女の子が急にね、できて出ていかなきゃいけないってなったら払ってる場合じゃないよね。そう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 。彼氏が前、彼女に行った時にね、クリスマスとかね、プレゼントとかで5万のバッグとかあげたもんね。あ、でも別れたからそれもなんかもう決まった。あー、返してほしいとか一番ダメだよ、一番ダメだよ。テスだ。うわ、怖え。皆さん、マジで楽しみにしてください。はい、誰かしら確実に地獄に落ちるんで。はい、はい、というわけで、この動画が少しでもいいなと思ったら高評価、コメント、ツイッターとインスタのフォロー、そしてチャンネル登録をして衝撃の結果をお待ちください。お願いしまーす。それではまた次回の動画でお会いしましょう。これ引っ越すやめるか、宅急便払いたくねえから。もう無理です。荷物ないっす。無理無理無理、もう家もあります。